はい、こんにちは、116インズです。マリナーズというチームはここ10年ほど同地区のライバルエンゼルスに所属する惑星最高の野手にして野球星人マイク・トラウトの存在に大いに悩まされてきました。というのもトラウト、もちろん彼はどんなチーム相手でも活躍しますが、特にマリナーズ戦は元気になるというか、もうこの人どうやって止めるのかと思うくらい打ちまくるんですよね。実際トラウトのマリナーズ戦、2022年までの通算成績を見ますと、通算178試合で打率3割2分4厘、OPS は11割に届こうかという水準、ホームラン54本、133打点、141得点、マリナーズ戦でのパフォーマンスを WRC プラスに直すと191と、もうとにかくマリナーズをボコボコにしてきたと。エンゼルス戦を迎えるたびに現場、ファンともどもトラウトに怯える羽目になり、何度もういい加減手加減してくれと思ったかわかりませんが、そんなトラウトに怯え続けたマリナーズファンの皆さんはきっと一度くらいはこう考えた経験があるでしょう。ああ、トラウトがうちにいればなぁと。トラウトは2009年にエンゼルスにドラフトされて以降、チーム一筋の選手ですので、トレードでマイナーの全てを手放す大きな代償を支払うという非現実的な手段を除けば、マリナーズがトラウトを手に入れるとしたら、あのドラフトで彼を指名するほかありませんでしたし、一応マリナーズにもそのチャンスがありました。トラウトは2009年ドラフト全体25位指名を受けており、この年のドラフトでマリナーズは全体2位指名権を持っていたため、一度は彼を指名するチャンスがあったと。ただ2009年ドラフトは全体1位でドラフト史上最高の投手との呼び声が高かったスティーブン・ストラスバーグに続いて、マリナーズが大学ナンバーワン野手と評価されていたノースカロライナ大学のダスティン・アクリを指名するのは自然な流れでしたし、またニュージャージー州という野球選手が育ちにくい環境でプレーしていた当時高校生のトラウトを全体2位で指名するほどに評価するのも難しかったと思います。なので全体2位をトラウトではなくアクリに費やした判断は当時の評価を考えればおかしくなかったと言えるんですが、ただマリナーズ、このドラフトの半年前にある選択を下していなければ、もしかしたらもっと現実的な順位にいてトラウトを指名するチャンスが実はあったんじゃないのかなと、今回はそんなもしもに関する話をしていきます。そのもしもにまつわる話はトラウトがプロ入りする1年前の2008年ドラフトからスタートします。この2008年ドラフトの全体20位指名で、マリナーズはジョージア大学のクローザー、ジョシュ・フィールズを指名しました。フィールズはこの前年の2007年ドラフトでも、ブレイブスから2巡目指名を受けているんですが、より高い評価を求めてこの段階でのプロ入りを断念し、そしてジョージア大学での活躍を経て2008年のドラフトでは全米トップクラスのクローザーという評価を受けてのマリナーズからの1巡目指名となりました。即戦力リリーフとして期待され、早い段階からメジャーでの活躍が見込めそうな選手であったんですが、ただ一方でマリナーズがこの年のドラフト1巡目指名を即戦力リリーフに費やしたのはいささか不可解な判断でもあったんですけどね。2008年シーズンのマリナーズは前年に88勝を挙げ、さらに開幕前にオリオールズからエース左腕のエリック・ベダードを獲得するなど、本気でコンテンダーを目指し、ロースターは組んだはいいんですが、開幕から見事なコケっぷりで逆に地区最下位を独走。MLB 最悪の GM の名を欲しいままとしていたビル・バベ氏の首もそろそろ怪しい状況で、実際ドラフトの11日後にバベ氏はついに GM の座を追われることになるんですが、そんな絶賛低迷中のチームが即戦力リリーフを指名。ただでさえ1巡目指名をチームのコアになり得ないリリーフに注ぐのはもったいない中で、その当時のマリナーズがそこに突っ込んだのは本当に理解不能なわけですが、まあ当時のチームはそういったことが頻発していましたので今更感もあります。まあそれはさておき、そんなこんなでフィールズを指名したマリナーズですが、ただフィールズはかの有名なスコット・ボラスを代理人に持ち、またそもそもとしてドラフトの評価を上げるために1年も待ったわけで、契約金は強気の200万ドルを要求。一方でマリナーズ側の契約金の提示はマックスで150万ドルと、両者の溝は大きく、なかなか契約交渉は思うように進みませんでした。2008年のドラフトでは指名した選手と8月15日までに契約を結ぶ必要があったんですが、ただ当時大学4年生を終えた選手に関してはこの契約期限の対象ではなく、大学4年でドラフトに再挑戦したフィールズに関してもこの契約期限の対象ではなかったんですよね。なのでマリナーズとフィールズは8月を過ぎても入団交渉を行うことができたんですが、それでもなかなか話は進展することなく、ドラフトから半年以上経っても契約にはこぎつけず、その間にバベ氏に代わってジャック・ズレンシックが新しくチームの GM に就任し、フロントの体制も方針もガラッと変わってしまったことから、もうフィールズとは契約しないものと多くの人が考えていました。ところが年も明けた2月16日、ドラフトから8ヶ月も経過したこの日、特に前触れもなく突然としてマリナーズとフィールズが契約合意に至ったと報道。契約金は175万ドルと最終的に双方の希望額のちょうど中間に落ち着いたわけなんですが、ただここまで時間をかけて、おまけにフロントの体制も変わってもなお契約に至ったのはやっぱり意外だったんですよね。もしマリナーズがフィールズと契約していなければ、その保証として2009年ドラフトの指名権をもらうことができ、ブルワーズ時代はスカウト部長も務めるなど、若手有望株を見定める目にも定評があったズレンシック GM なら、その保証の指名権を使って自分が好きな有望株を指名できるチャンスを増やすと思われていましたからね。
マリナーズもズレンシック体制となってやや再建寄りのスタンスに移行しましたので、やっぱりそっちの方が合理的にも見えたと。ところがマリナーズはそうしなかったと。ではもしもマリナーズがフィールズと契約せずに2009年ドラフトでその保証の指名権をもらっていたらどうなっていたでしょうか。さてトラウトとはだいぶ外れたお話となってしまいましたが、ここで思い出しましょう。現実のマイク・トラウトは2009年全体25位指名を受けた話は冒頭にしましたよね。ではもしもマリナーズがフィールズと契約せずに保証の指名権をもらっていたら、その順位は何位だったんでしょうか。おお、全体21位。トラウトが現実に指名されたわずか4つ前の指名権をマリナーズはもらうことができ、もともと持っていた全体2位指名権よりもはるかに現実的にトラウトを指名するチャンスがあったかもしれないんですよね。とはいえ全体21位指名をゲットしていたとして、本当にマリナーズがトラウトを指名できたのかは別の問題だとは思います。ただいくつかの理由からトラウトを指名できるチャンスがあれば少なくとも指名を検討した可能性はあるのかなと思っていまして、現実のマリナーズは2009年ドラフトの上位5指名を全て野手に費やしているあたり、上位で野手を指名する方針であったことがうかがえ、そのうち2人はトラウトと同じ高校生でした。またシアトルタイムズのラリーストーン記者によれば、当時のマリナーズのスカウト部長トム・マクナマラが相当トラウトを気に入っていた節があったそうで、まあドラフト当時からトラウトはセンター守備の評価が高かった選手で、かつズレンシック GM は特に就任直後、守備を重視するチームの方針を打ち出していましたので、その方針ともマッチするあたり、気に入るのも納得であるのかなと。おまけに当時のマリナーズはチーム内のトッププロスペクトにマイケル・ソーンダースやグレッグ・ホールマンといった外野手が何人かいたものの、いずれの選手たちも割と身体能力先行型の選手といいましょうか、ハイリスク・ハイリターン型の若手が多かったので、外野の有望株を一人追加しても良かったとは思うんですよね。まあこれはそもそもとしてフィールズを契約した時点で消えたタラレバーではあるんですが、もしも全体21位指名権があったら、こういった選択肢もあったのかなと思いますね。もしもあの時マリナーズが保証のドラフト指名権を受け取り、そしてトラウトを指名できていたら、彼が今のトラウトのように成長していたか、そしてマリナーズでプレーし続けていたかなど不確定な要素ばかりであるんですが、少なくとも今みたいに10年以上もの間ここまで彼との対戦で苦しめられることはなかったんでしょうね。本当にどうしてこんなに毎度毎度怯えることになってしまったのか。もう一人とんでもない野球星人もいるし、トラウトは2019年開幕前にエンゼルスと12年契約を結び、トレードなどよっぽどのことがない限りキャリアをこのままエンゼルス一筋で終えることになりそうですが、今後もマリナーズはトラウトの存在に頭を悩まされることになりそうです。ちなみにここからは完全に余談ですが、マリナーズに入団したフィールズの話も最後にちょっとしておこうかなと。フィールズはマリナーズで大成することはなく、ベダードと一緒に2011年の夏にレッドソックスへトレードとなり、その後2012年オフのルール5ドラフトにてさらにアストロズへ移籍しています。当時のアストロズは絶賛再建中ということもありまして、フィールズはそこでチャンスを結構もらいまして、そこでまずまずのリリーフへと成長を遂げ、2016年の夏にブルペン補強を目論むドジャースへとトレードとなります。その時の見返り、皆さんご存知ですか？そうです、ヨルダン・アルバレスです。アルバレスも今やアストロズで MVP 級のスラッガーへ成長し、彼もまたマリナーズを悩ませる存在ですが、フィールズは実はここにも絡んでいたんですね。なんでだ。